やっほー。しんちゃん、ピンポン。ひろむくん、みずさん。おはようございます。おはようございます。こんにちは。テイクテイクさん、カズくん、マウンテンゴリラさん、クロエさん。やっほー、テツさん、やっほー、ヤモリちゃんもやっほー。やっほー、チーくんも、こんにちは。やっほー。こんにちは。ひろゆきさんも、こんにちは。こんにちは。トラウトさん、こんにちは。タクミングさん、コンチさん、こんにちは。アカネさんも、やっほー。ようこそ。こんにちは、皆さん。いやー、すごいね。すごいわ。ミフィさん、こんにちは。ヤガミさん、マムモモママさん、ヒルドロブさん、こんにちは。今日、こんにちはしか言ってない、まだ。いやー、久しぶりにお昼に配信してるかも。久しぶりにね、アラームをかけずに、眠りについて、久しぶりでもないんだけど、アラームかけずに眠りについたのは。すごい、まつげが引っかかっちゃった。やったー、たくさんありがとね。すごい、レインボースター。嬉しい。あともうちょっとでクマちゃんなのかな。どうなんだろう。あと5万で50万です。すごっ、もうそんな言ってるんだ。目指したいね。ちょっといつなんだろう、ちょっと待って。あ、60万でクマちゃんが獲得なんだ。さらにありがとう。ちょっと、ちょっとたくさんありがとう、ルーシー。イベント中なんやって。そうなの、今クマイベに参加してて、そんなクマちゃん目指してやってたわけじゃないんだけど、あとちょっとだからちょっと頑張ってやりたいなって思うんだけど、思ってるところ。 ゼロさん、48G さん、ティーガさん、ヤモリちゃん、まつげめっちゃ綺麗でありがとう。ミミさんも来てくれてありがとう。ルーシーさん、レインボースターたくさんありがとうね。そしてティーガもたくさんのレインボースターありがとう。レインボースター、ふう、ありがとう。すごい、たくさん。ミスさん、ミスさん、クマちゃんありがとう。クマ、ありがとうございます。嬉しいよ。みずぽん、こんにちは。おはよう、お昼です。おはよう。いやー、すごいね。すごいね。お昼にやるのは久しぶりだよ。たいちゃん、ニコ？メガネにリングライト反射してる。そう、いつものこと。 いつものこと。でも今日はね、なんかなくても、暗いっちゃ暗いな。なんか目にね、目に、光が灯されないんだよ。死んじゃうの、目が。冷凍小籠包温めてるなう。いいなぁ、小籠包食べたい。小籠包とかさ、餃子とかさ、美味しいよね。あと、なんか中華料理って美味しくない？オンラインがまだ残ってるとは。なんてことだ。なんてことだ。みんなたくさん、おんぼを取ってね。おんぼいつだ？ 13 日ですね、おんぼは。あともうちょっとだ。楽しみだね。そう。楽しみ。久しぶりにさ、久しぶりに、ね、なんか、できるから。50万いったらアバターは作る？作ります！ 50 万いったら。あと4万か。うー、楽しみだね。アバター作れたらいいな。お話が行けなさすぎて落ち込んでるの元気がさ。あ、そうなの、ゆいちゃん。あ、そうなの。寂しいね。でもね、絶対次もやるからね。ゆいちゃん、お仕事かな？頑張ってね。はい、と。応援してるよ。もうね、あれ、もう全然。おんぼ中も、配信の時も、ゆいちゃんのことを考えているので、
頑張ってね。また次の機会にお話できたときはお話できるといいな。次はスーさん、こんにちは。こんにちは。おんぼ楽しみ楽しみ楽しみなんだよね、本当に。久しぶり、2ヶ月ぶりぐらい。ヤモリちゃんと多分1対1でお話しするのは初めてだよね、きっと。おっちゃんが強火で作った町中華のチャーハン最強。チャーハンも捨てがたい。高尾さん2個、おんぼ注文するだけ注文して干すという選択肢。そうなの？そんなん寂しいじゃん。すごい上、外でおんぼしないといけないのに降水確率 90% なの終わった。じゃちょっとびしょ濡れちーくん期待しとくね。風邪ひかんで、絶対風邪ひいちゃダメだよ。しげちゃん、こんにちは。話すか、話せ、話して、私とお話ししよう。夏風さん、おはよう。響さんも、やっはー。今日はいい天気だよ。そうやな、今日めっちゃ晴れてんな。リリちゃんのお話し会のためにお仕事頑張ってくる。頑張ってね、お仕事。応援してるよ。ゆないさん、ニコ。マイクさん、こんにちは。仕事の締め切りがやばいのに、ハルリーの配信見ちゃうよ、助けて。締め切りやばいの？頑張ってよ、それは。ちょっと締め切り間に合わせて。ティガー、レインボースターありがとう。レインボースターありがとうございます。やったー、レインボースター今日たくさんだよ、嬉しい。ありがとうね。一対一初めて、やっぱそうだよね、緊張するね。なんだろう、オンライントークじゃなくてさ、あのリリーベント期とかの何会っていうの、何会、トーク会っていうのにはちょくちょく話してるけど、一対一で話すのが初めてだから楽しみ。おんぼで外からしてる人いっぱいいる？外から、外、あ、でも行ったことあるよ私。どさんこさん、こんにちは。ファンクラブ昨日やっと加入しましたって。ありがとうございます。リプ見たんだよ、ありがとう。今日からね、ちょっと特別なねものをちょっとちょくちょく上げていくので、もしよかったら見てね。ありがとう、夏風さん、ありがとう。みんなファンクラブ見てくれてる？毎日は更新してるよ。ミクルンガチ勢になってるよって。本当だ、ミクルンガチコって書いてある。でも私のアイコンになってる。特別なものと聞いて、特別なもの、特別なものです。あー、もうお話し会楽しみだな。しかもいろいろね、お話、いろんな方とお話できるからね、好きなんだよね、お話し会。今日は長野県きのこの日。え、そうなの？今日何日？11日？11月11日？ポッキーの日じゃないんだ。今日ポッキーの日じゃない？もしかして今日ポッキーの日だよね。あれ、ポッキーの日じゃない？ポッキーの日や、いいね、ポッキー食べなきゃね。マルオさん、おはー。マルオさん、やっほー。マル、マルオ。あげたんさん、ハマーさん、おはー。おはりん、おはー。リリちゃんに会える日をモチベに、今日もお仕事頑張ってくるよって。頑張って来てね、いってらっしゃい。いってらっしゃいませ。頑張ってね、お仕事。お、つかささん、アルリン仕事終わったって。お疲れ様、お疲れ様でした。お疲れ様、よく頑張ったね。お昼で終わり？今日緑のパーカー着てるわって。ハルリン推しやん。ハルリン推しやん。ポッキーの日？あれ？ポッキーゲームしたかった。ポッキーゲームってさ、なんか2種類ない？あの、両方から食べてくやつと、なんかポッキーをこう、ポッキーのさ、なんかゲーム機ない？なんかパンって引いて、ハズレ引くとポッキーが散乱するやつ。
声聞けてお顔見れてよかった。大好きだよ大好きだよゆいちゃん。あー頑張ってねお仕事。応援しとるでな。またあのもし元気なくなった時配信見に来てね。いつでも待ってるからね。頑張ってね。大晦日はそばみたいにポッキーの日はポッキーというのはないから。ポッキーの日ポッキーない。大晦日ってなんでそばなんだろうね。大晦日ってさのの知ってる、なんでそばか私知らないけど。トッポ派。確かにわかる。トッポ美味しいよな。トッポ美味しいよね。ポッキーもさ美味しいけどさ、トッポの方が美味しい。さわかる気がする。トッポの方が美味しいの。プリッツ派。プリッツ派ね。プリッツも捨てがたいけど甘くないんだよな。プリッツしょっぱいんだよな。トッポはねまだね甘いじゃん、チョコだから。プリッツも美味しいよね。でも11月11日ってポッキーの日ってさ言ってたけどさ、ポッキーじゃなくて例えばプリッツの日でもいいじゃん、トッポの日でもいいじゃん。なんでポッキーなんだろうね。仙台がそば食ってたから。確かに仙台がそば食ってるとやっぱそば食いたくなっちゃうよね。一応ねもう年越しそば、年越しそばっていうかそばが家にあるから年越しそばはできるし、お餅も家にあるからなんだっけ正月のお餅も食べれます。パックンチョ派。パックンチョ派はもうなんかもう全く棒状じゃないの、ただチョコなだけなの。それで言うと私コアラのマーチ派かな。うん。今日は立ち飲みの日？なんで？立ってるから。位置が立ってるから。そういうこと？江戸時代の1697年に本庁書館にそばは気を下ろし腸を許し。胃腸の刺激性気体を練ると記されているそうです。はい。があれなのかな、大晦日にそばを食べる由来なのかな。極細のやつポッキー美味しいよね。ポッキーの極細美味しくない。私普通のポッキーよりも極細ポッキーのが好き。ララさんだ、おはよう。おはようございます。お仕事終わって開いたらって。お仕事お疲れ様。お仕事お疲れ様。お昼でおしまいですか。お疲れ様でした。配信来てくれてありがとね。もはや棒状のものだったら何でもいいのでは。うん、多分何でもいい。なんならパスタとかでもよくない。茹でる前のパスタって棒状じゃん。あ、ヤンヤンつけ棒ね。ヤンヤンつけ棒はもう美味しいよな。あれ考えた人天才じゃない。ヤンヤンつけ棒、ヤンヤンつけ棒とさあと何、ねるねるねるねとか考えた人すごいなって思う。かずちゃんこんにちは。カラムーチョかな。あ、もうすごい棒状でもなくなり、まあ、棒状っちゃ棒状だけど棒状でもなくなり甘くもなくなった。ただ好きなお菓子。私の好きなお菓子はブラックサンダー。ヨッシーさんピンポーン、こんにちは。トーマスのチューイングキャンディー派って、もうなんか好きなお菓子やんそれ。しかもトーマスなの。トーマスのチューイングキャンディーなんてなかなか買わんね。ちっちゃい頃はね買ってたけどね。ちっちゃい頃はねなんかそういうの欲しいよね。なんかプリキュアとか仮面ライダーとか、なんかあと YouTuber のポテトチップスとか買ってた。よくなんか YouTuber のなんカードみたいなのが出てくるんだよ、ランダムで。ショウさんピンポーン。極細食べた気しない。あーまあ確かにね、チョコレートも棒も細いから。まあ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 、その言葉もわかる気がする。だから私極細をね3本ぐらい一気に食べちゃう。だったら普通のポッキー食っとけって感じだけど。好きなお菓子誘拐ですかって、もうなんかみんな好きなお菓子言ってる。
グリコさんはポッキー&プリッツの日としてますね。グリコさん、あ、そうなの？グリコってあの大阪の極細ポッキーの本数の多さでコスパ良くて選んでる。いやーまあ確かにで、それあるよね。なんか本数多いからね、確かにお得。たまる兄さんもヤッホーヤッホー。私の好きなお菓子は小池屋ののり塩です。もうポテトチップスなんよな、なんだかんだ。トーマスのチューイングキャンディめっちゃうまいやん。うまいけど結局 2,3 本食べるから意味ない説。うん、あるあるあるだよね、わかる。 2,3 本一気に食べるからね、結局普通のポッキー買っときゃいいやってなっちゃうんだけどね。でも極細選ぶかも。でもそれでも私なんでかな、なんでだろう、なんでだろうね。22時間勤務してるって、長っ。ほぼ1日丸1日お仕事ってこと？大変だよ。お疲れ様、ララさん。じゃがりこも美味しいよね。じゃがりこ何味が好き？私ね、明太子のなんかあるじゃん、明太バターみたいな味が一番好きです。シュイチローさん、こんにちは。今日も飯てるですか？確かに確かに、ずっと飯のお話しかしないね、うちの配信。明日100日なんかって、そうやで、明日100日お祝いしなきゃ。もうお祝い道具はね、準備してあります。ララさん、お星様、レインボースターありがとう。4つもレインボースターいただきました、ありがとうございます。チーズ、ジャガバター、おお、みんななんか結構分かれるね、結構分かれるわ、確かに味が。最近朝早いから8時配信なかなか行けない、今昼休みって。お疲れ様、お仕事お疲れ様です。細いの1本と細いの3本だと食感が違う。あ、確かに細いの3本は確かにカリカリ食感が多そうだね。明日は配信何時頃になりそう？明日はね、2回配信したいとは思ってるんだけど、明日ライブがあるんだよね。だから朝と夜にできたらやりたいなって思ってます。100日なので夜にもう一回やりたい。よしこずるんるんさん、ニコ、おかえり。実は明日ディズニー行く。そうなの？ランドC、ランド C、ランド C、ランド C。 行けたら行く、行け、うん、来ないやつのセリフ。ミツさん、2万のやつ行こうって。2万たっけーな、びっくりだよ、2万飛んできたら。何したらいいか分かんないよね、2万飛んできたらさ。でもね、なんかね、うちのこのエイトがね、なんかね、すごい悪くてね、反映されないやつがあるんだよ。なんか金のやつとか反映されなくて、佐久山チョコジロー食べてる。佐久山チョコジローって初めて聞いた。お菓子 C です。お、いいね、 C も何度もいいよね、どっちもいいよね。朝も夜も参加したい、ぜひぜひ見に来てください。ちょっとあの、明日100日だからたくさんお祝いしたいと思っているので、みんなと一緒にお祝いできたら嬉しいな。いつならまあいいかなって、1もすごいけどな、まあいいかなって。あきさん、おはよう、やっほー。エイト何回って、そうなんよ、あのエイトね、あのね、本当に良くない。スマホの子とか犬かと思った。あのエイト、私今実際使ってるのが SE なんだけど、こっち
SE なんだけど、あの配信用がね8なんですよ。そう、配信用が8で、で iPhone8 だとあのマジでちょっとあのいろいろもう重たくなってきちゃってデータが。こちまるかよ。パチパチ8なの。そうなの。勝手にリリリディズニーさせとくねって。リリリアモリディズニー。リリちゃんはじめましてって、ミーサーさんようこそ。初見さんようこそ。来てくれてありがとう。春のリリです。やっほー。あ、リョートさん、やっほー。メイン8で使ってるポチマル。あ、それよりかはね、まだ私 SE なんですよ、メインが。いやー、申し訳ない。ポチポチには申し訳ないな。ポチポチ8なんや。お話し会を勝手に生きてるんだけど、どんなお話する？え、どんなお話したい？いいよ、もうたくさんお話しようよ。いろんな話、1分あるからね、いろんな話できそう。イベント参加中です。ありがとう。クマイベに参加しております。クマちゃんゲット目指して。音復活ってマルオさん、やっほー。古すぎるとアプリのインストールアップデートすらできなくなる。そうなんだよね。そろそろ多分8もやばくなってくるんじゃない。1分間目つむっておきます。おお、言ったな。言ったな。ティーがさ、1分間目つむって置くんでしょ。私がじゃあ目を開けさせますから。目開けさせる、なんか目開けさせることをするね。なんかティーガーペンライトありがとう。ペンライトありがとうね。今昼休みだからちょうどよかったって。おお、お疲れ様。お昼休みよく休んでくださいね。お昼休みだから。今年セブンが切られたからねって。そうだよね。だそろそろエイクじゃない。やば、エイト切られたら終わったな。もうそんな時期か。早いな、時の流れは。だいたい5年ぐらいなんだね、そう考えると。まつげがうまく、だいたい 4,5 年ぐらいで切られちゃうんじゃない。前髪長え。なすぐ前髪伸びるわ。13か14。いやー、そろそろね、脱ホームボタンしたいんだよ。てかさ、9ってあったんっけ。なんか8はあった記憶があって、8の次なんか 10R みたいなさ出ちゃったじゃん。なんか9があった記憶がないんだけど。あ、やっぱないよね。あ、やっぱないよね。やっぱないんだ。そう、なんか9があった記憶がなくて、なんで9ないんだろうって思ってた。 10R もそろそろ引きたいようになるか。そうかもね。 10R と8が同じ時期ぐらいだったから、ワンチャンそうかも。マクドンだからいっぱい話…え、嘘。嬉しい、たくさんお話ししようね。嬉しい、ありがとう。たくさんのお話できるの楽しみにしておりますね。巻くとちょうどよかったり。そうなんだよね。でもしね、巻くのがねあんまり得意じゃなくて。そうなの、巻かない前髪を目指してるんだけど。だから前髪上げちゃうの、いつも。巻くのがめんどくさいから。目が痛い。8と
10R で1年違ったわ。あ、1年も違うの。あ、そうなんだ。それは知らなかった。わあ、私も巻くの苦手で。苦手やんな、わかる。苦手。巻くの苦手すぎて、マジで前髪上げちゃう。自分の、自分アンドロイドで3回 SD カードの中身で消えました。つろ。ポンパドールハマってて、月が喜んでた。本当？ポンパドールはめっちゃ好きやで。で、なんかね、前髪上げていいのかは良くないのか分かんなくて。そう。で、上げていいですかって聞いたら、いいよって言うから、上げました。もう15分経ったのか。そろそろ、あ、30分だ、もう。そろそろ終わりにしないといけないんだ。ごめんな。ごめんな。みんな来てくれてありがとう。お昼休み、良いお昼休みにしてください。またね、明日、明日がついに100日ということで、また お祝いをしたいと思います。明日のライブ次第でちょっと時間変わってきちゃうんだけど、2回できたらいいなって思ってるから、もしよかったら遊びに来てください。じゃあまたお話できるのを楽しみにしております。明日また朝やるので、ぜひ遊びに来てくださいね。さらばじゃ、バイバイ、またね。ありがとう、配信ありがとうね、来てくれて。そしてたくさんのね、ギフトありがとうございました。またね。